こんにちは、渡辺瑞香です。動画をご覧いただきましてありがとうございます。本日は2022年9月24日ですね。はい、昨日無事にですね、カルダのエーダ、バシルアップグレードが無事終了しました。今後はね、なんかバシルじゃなくて、今後の、いわゆるハードフォークと言われているものですね。ちょっとハードフォークのイメージっていうのが、ブロックチェーンを分岐して新しいコインが生まれるみたいなね、そういうイメージがあるんで、これからカルダノでそれをやる場合は、ハードフォークではなく、チェーンアップグレードという呼ぼうかというね、そんな情報が昨日入ってきました。チェーンアップグレード、かっこいいですよね。はい、ということで、ちょっと今、話が早速ずれてしまったんですけど、でも、本当にね、バシルアップグレードは成功裏に終了しまして、これからなんですけどね、でもこれからがカルダノの実力の見せ所なんですけど、とりあえず、そちらの方はそのイベントは終了したということでね、本当に良かったです。おめでとうございます。ということで、今回はですね、このナスダックの記事 What is Cardano and is it worth investing in? という記事を取り上げたいと思うんですけども、こちらはカルダノとは何か、そして投資する価値はあるのかということです。で、答えを先に言ってしまうと、これは答えを知りたい方のために先に言いますと、maybe って言ってるんですね。多分っていうのは、50-50 っていうことなんですね。で、そんな答えじゃつまらないよという方は、このページを閉じてください。で、これはどなた向けに、シェアしようと思ったかって言いますと、バシルの、バシルアップグレードが終わりました。そして一つの、節目を迎えたわけなんですけども、で、これまでの、カルダノの歩みを振り返りたい方、そしてこれからね、どうなっていくのかなっていうことに、思いを馳せたい方に向けて発信したいと思います。なので、この記事自体はあんまり目新しい情報は出てきませんので、ちょっとね、資料をご紹介しながら、補足していく形でお届けしたいと思います。ちょっと長くなる可能性があります。ということで、早速中身に入っていきましょう。それにしてもね、このナスダックの記事では、はい、投資する価値があるのかということに触れているという意味でね、ちょっとね、興味深いなと思ったのでお届けします。カルダノエーダとは何か、投資する価値はあるか、で、9月23日、昨日付の記事になっています。ここ数年、暗号通貨投資の人気が高まるにつれ、Fear of Missing Out、見逃したり取り残されたりすることへの不安、略して FOMO が新たな投資家の暗号通貨市場への参入を促し、既存の投資家は新しい展開についていくのに必死になっているのが実情であると言っています。でも今はね、ちょっと相場が落ち着いているというか、悪く言うとね、ちょっと少し低迷気味なんで、そんなにまた人がね、去年まではたくさん人がいたんですけど、その方たちが去っているという感じで、それでもですね、開発が特にカルダノはものすごいスピードでね、たくさんやることがあるんで、遅いって言われてる面がある、ある反面ではね、GitHub のコミット数では常に、第1位、コミット数ではね、常に、開発の活発度が第1位と、言われているという意味でね、結構情報を追っていくのは大変なんですよね。はい、そんな状況です。で、ビットコインやイーサリアムのようなブロックチェーンは、その普及とトークン価格の高さからほとんどの話題をさらっている。しかし、もっと早く、安く、安全に暗号通貨の取引をするために開発されたいくつかのイーサリアムキラーを含め、他にも多くの選択肢が存在する。そのグループの中で注目すべきプロジェクトの一つがカルダノと呼ばれるもので、そのネイティブトークンのティッカーシンボルはエーダである。ここではこの新進気鋭の暗号通貨プラットフォームとトークについて知っておくべきあらゆることからを紹介する。カルダノが群を抜く理由とは、群を抜くとね、紹介してくださっています。はい。カルダノは競争の激しい暗号通貨の世界ですぐにその名を知られるようになったが、主な理由はその独自のプロセスと技術にある。アカデミアに根ざして。はい、カルダノはアカデミックなね、ブロックチェーンと言われていて、こういうことをやってるからね、時間がかかるんだというね、批判も浴びてきました。でも、ここをね、その独自のプロセスと技術に、群を抜いている理由があるんだよと、この記事では言ってくださっています。カルダノは暗号通貨の舞台に登場した初のピアレビュー付き査読を経た論文をベースとするブロックチェーンです。ブロックチェーンであるですね。語尾揃えましょう。ある。プロトコルを展開する前に、カルダノを担う非営利団体や大学の科学者などの学者から構成されるチームを結成し、大規模なレビューを実施した。問題解決型のアルゴリズム。
カルダノの成功に貢献しているもう一つの特徴は、ウロボロスというプルーフオブステークの技術である。このアルゴリズムはコインの保有量に応じてマイナーの採掘力が増加する仕組みになっている。POS はエネルギーを消費するプルーフオブワークアルゴリズムよりもリスクの低い代替アルゴリズムとして開発され、ブロックチェーン技術のコンセンサスアルゴリズムの元祖となった。ということで、カルダノは最初から POS、プルーフ、エネルギー消費の少ないですね。で、リスクの低い、また価格も、手数料も安く済むですね。まあ、そのように設計されたプルーフオブステークアルゴリズムですよと。それが、ウロボロスと呼ばれる技術になっています。また、カルダノは第3世代の暗号通貨として、第1世代のビットコインや第2世代のイーサリアムをめぐる多くの問題を改善することを目指しており、そのうちの一つが POW の問題である。これを解決するために、はい、開発されたというのが始まりですね。で、技術的な進歩。カルダノはそのスピードと急速な技術的進歩の結果として、最終的には1秒間に100万件のトランザクションを処理することになる。そのため、カルダノは最も技術的に進んだブロックチェーンの一つと考えられているだけでなく、現在は全体で8番目に大きな暗号通貨となっている。ここで突っ込まれる前に言いたいんですけど、最終的には1秒間に100万件のトランザクションと言っていますけれども、これはカルダノの開発者でさえもね、これはあくまでも計算上のことですよと言っています。で、実際にはその処理能力というのは、需要に対して需要に対応するように、処理能力を上げていくっていうのが実際には適切なやり方だと思うんですね。なので、カルダノもその需要に応じて少しずつトランザクション、スループットっていうんでしょうか、処理能力を上げていくというやり方をしていきます。なので、いきなり1秒間に100万件やりますよということをね、歌っているわけではないですね。またそういうことをしても意味がないというふうにされています。そして、現在は全体で8番目に大きな暗号通貨となっているということで、ちょっとね、相場見てみましょう。はい、今もですね、カルダノは、はい、時価総額第8位、66円24銭で取引されていて、残念ながらね、バシルアップグレードがあったからといって爆上げしたとは言えない状況になっています。それでもね、なおかつ、はい、しぶとくこのね、このブロックチェーンが優れているということをね、宣伝してまいりたいと思っています。カルダノはどのように動くのかということですね。はい、カルダノの仕組みを理解するには、ブロックチェーンをレイヤーごとに見ていくとよい。どのような取引にもトークンが送られる仕組みと移動するトークンの背景にある条件という2つの構成要素がある。1つ目のレイヤー、1つ目の層ですね。これは決済層と呼ばれ、そこではユーザーがADAトークンを送受信することができる。2つ目のレイヤーは計算層で、そこではユーザーがスマートコントラクトを作成し、締結することができる。ということで、ADAトークン、トークンが送られる仕組み、これが決済層と呼ばれるもので、そこではユーザーがADAを送受信することができる。で、2つ目は、計算層で、こちらに、ユーザーがスマートコントラクトを作成しとありますけれども、これは、移動するトークンの背景にある条件、これを定めるんですけれども、コントラクトというのは契約という意味です。そして、ブロックチェーン上で契約を結ぶ場合は、一般には、それはスマートコントラクトと呼ばれているものなんですね。で、それを作成し、締結することができるというのが計算層になりますと言っています。で、カルダノについて、カルダノは一般的な企業のように、ウェブサイト上でこれまでの経緯を数段落にまとめて提供するだけではない。カルダノの歴史は5つの時代、エラに分類され、それぞれの時代には異なる文豪の名前が付けられている。まず最初はバイロン時代ですね。カルダノの背景にある構想は2015年に創業者のチャールズ・ホスキンソン氏によって考案されたものであるが、最初のバージョンがリリースされたのは2017年9月のことだった。その暗号通貨をプログラマーのエイダ・ラブレスにちなんでエイダと命名し、公式のデスクトップウォレットもローンチした。これはダイダルスのことですね。はい。で、注意なんですけど、ダイダルスって思い出したんですけども、ダイダルスというのはパソコンのデスクトップで使えるものであって、アンドロイドなどでもしね、ダイダルスというウォレットが出ていたら、絶対にダウンロードしないでください。それ詐欺ですのでね、今、ダイダルスは、スマホで使えるようにはなっていません。あくまでもパソコンのデスクトップで使うものですので、アンドロイドなどでね、そのダイダロスというウォレットが出てきたら絶対にダウンロードしないでください。で、次、シェリー時代ですね。この期間はスムーズで低リスク中断されることなく成長を遂げ、ちょっとなんかおかしいですね、日本は。このまま進みます。価値を高めて分散化を最適化することに重点が置かれたということですね。はい。スムーズで低リスクで中断されることなく成長を遂げっていうのがいいんですかね。価値を高めて分散化を最適化することに重点が置かれた。暴言時代。
この期間にカルダノは改良に次ぐ改良を実施した。スマートコントラストの統合もその一つで、その暗号通貨はさらに多くの人々に利用されるようになった。これが、去年ですね、アロンドのハートフォークコンビネーターで実装されたのがスマートコントラクトですね。で、それからさらにこの枝が多くの人々に利用されるようになったということで、次は、はい、もう場所自体に突入、昨日ね、突入しました。この時代はカルダノネットワークの基本性能を向上させ、高い取引量への対応力を上げていくことに重点を置いている。2022年9月現在、これが IOG の現段階であるということで、はい、私、ここでですね、IOGとかいろいろ、まあ後で言いますね。IOG とか IOHK とかカルダノとかいろいろ出てくるんですけど、この記事はちょっとね、ザ・カンパニーというふうに言っていまして、まあ私は勝手に IOG と書き換えてしまったんですけども、その、まあ、開発会社が IOG、もしくは前の会社の名前で、インプットアウトプット香港は IOHK なんですが、IOHK もしくは、インプットアウトプットグローバル IOG、そしてカルダノっていうのはプラットフォームの名前であり、そしてまた商業部門で活躍されているのがエマゴなんですけど、ちょっとその辺をごっちゃにしているのかなっていうところがありまして、まあ、カルダノも IOG も一緒になっちゃってるっていうか、ちょっとその辺は適度に補いながら、まあ、お伝えさせていただきます。で、次ですね、ボルテール時代。最後になるが、ボルテール時代では、カルダノチームがカルダノをコミュニティの手に委ね、真に分散化された自律的なシステムへと変貌させることを想定している。財務金庫のシステムは今後のあらゆる開発の資金源となるということで、開発には資金がね、必ず必要になりますので、それはADAがネットワーク上で運用している、その、まあ、手数料ですね、そちらの方を財務金庫というところ、トレジャリーというところにプールしておいて、そこから開発の資金が出ています。そしてその開発する内容なんですけど、それはカタリストという投票制度を利用してですね、そこにコミュニティの人たちがこれからこういうことを開発したいんだと、やっていきたいんだというプロジェクトの提案書を出しまして、それに対してADAのホルダーの方たちが投票していきます。で、投票数の多かったものですね、に開発の資金がこの財務金庫というところから資金を提供されるということになっています。でカルダノは、まあそういうことを加味した上でですね、カルダノは良い投資先か。短く答えると多分だ、メイビーと言っています。プロバブリーって言うとね、もう 75% の確率でそうだという感じなんですけど、メイビーって言うと 50-50 なんですね。半々っていうことらしいんです。まあ、私はネイティブでも、バイリンガルでもないで、その辺ね、感覚的にはぴったりと掴んでいるわけではないんですけども、まあそのように言われています。まあ 50-50 だということですね。カルダノは他の暗号通貨と同じく、機能、投機性が高いため、購入する前にリスクを理解し、自身が何に手を出そうとしているかを知ることが重要である。これ本当大事ですよね。自分が何に手を出そうとしているかよくわからないで、わーっと雰囲気でね、投資してしまうということはよく暗号通貨業界では起こることなんですね。それで、爆損した後、ちょっと私も耳が痛いですけど、爆損したっていう感じで、でもそこで、学びを得る方で、まだ余剰資金でやってらっしゃった方はまだ市場に残ってらっしゃいますね。そこから学びを得ることができる方はまだ残ってらっしゃるんですけども、そこに全突破してしまって、ほぼ全財産失って、しかも何も学ぶこともせずっていう方はね、もう市場に入ってきては去って、入ってきては去ってっていうね、まあそういうのが繰り返されているのはこの暗号通貨市場ですね。で以下は投資の決断に影響を及ぼす可能性のある最も重要な要因である。ということで、現在の市場動向についても見ていきましょうということで、カルダノの価格は2021年9月2日に史上最高値の 3.1 ドルを記録して以来苦戦している。この下落傾向はビットコインに先導され、2021年ですね、11月までまともに推移した暗号通貨市場全般の傾向とは若干異なる。プラス面といえば5月中旬以降、カルダノが比較的安定していることで、ビットコインの価格はそれ以来 35% 下落している。しかし9月23日現在、ADAは回復の兆しを見せてはいない。カルダノは現在、0.4516 ドルで取引されており、取引量は10億3000万ドル相当となっている。カルダノの時価総額は154億5000万ドルで、総供給量450億枚のうち約 76% に当たる342億3000万枚が現在流通している。
で、この企業が向かう先、まあ、ザ・カンパニーって書いてあったので、このように訳しましたけれども、カルダノとか IoG とかそういうものをひっくるめて言っていると思います。2021年3月1日、カルダノは、これをイーサリアムに似たマルチアセットネットワークにすることを目的としたメアリー、懐かしいですね。メアリープロトコルアップデートを開始した。またメアリーによってユーザーが非代替性トークンを生成することができるようになった。これは、信証性と所有権を証明できるデジタル表現で、その人気と価値はますます高まっている。これ今でもね、結構盛り上がってて、私も先日ですね、一目惚れした NFT があって、久しぶりにね、CNFT、カルダの NFT を CNFT で言いますが、それをね、一つ買わせていただきました。ということで、はい。そうですね。はい。で、次に行きましょう。CNBC TV によれば、2021年12月、カルダノは2000万件目の取引を処理し、重要なマイルストーンに到達した。これはね、ちょっと情報古いですね。先日9月15日ぐらいですね、カルダノはもう5000万件の取引トランザクションを処理しています。ということで、新たなマイルストーン、最近5000万件、これを達成したばかりであります。で、9月23日現在、カルダノのバシルアップグレードが進行中で、カルダノは、毎週のネットワーク更新情報でアップグレードが9月22日に発動し、9月27日にメインネットで開発者が利用できるようになると言っている。コインデスクによれば、これはカルダノのスマートコントラクト機能を向上させ、スピードを強化し、コストを削減するために設計されているという、今回のアップグレードはイーサリアムの大規模アップグレード、ザ・マージによって、このナンバー2のブロックチェーンが時代遅れの、これ私が言ったんじゃないですからね、この記事が言っています。時代遅れのプルーフ・オフ・ワークプロトコルからカルダノが採用しているようなプルーフ・オフ・ステークプロトコルに移行してから2週間足らずで実施されたものである。ということで、まあ、バシル・ハードフォークがね、ザ・マージをこう追いかけるようにして、まあ、実施されたというふうな感じになっていますけども、カルダノはすでに最初からPOS で設計されていますので、POS にも移行するも何も POS なんですね、最初から。そして、まあ、今、つい先日ですね、ダマージ、イーサリアムの大規模アップグレード、ダマージによって POW から POS に移行した。これが、まあ、イーサリアムの、まあ、最近起きたことですね。そして、まあ、これだけですとね、ちょっと、ただスマートコントラクト機能を向上させ、スピードを強化しってやるでも、じゃあ具体的に、どういう機能が向上したのかっていうことに関しては、これ下の概要欄に、もっと見るのとこをしてくださったときに、これが、ちょっとこれ、すいませんね。これですね。はい。こちらの日本語でもう、ティム・ハリソン氏が、IOG のティム・ハリソン氏から、このようにブログの記事として、もう日本語にもなって上がってきていますので、まあ、元はもちろん英語ですけれどもね、これが日本語になったものがもうすでに出ています。で、どのような機能が向上するのかということに関して、こちらにもう少し詳しく述べられていますので、もっと知りたいという方は、この記事を見てみてください。私はこれさっと読んだだけで覚えられないので、調べ物をするときに使わせていただこうと思います。はい、ありがとうございます。ということで、またちょっと記事に戻っていきますけれども、はい。で、同社、まあ、IOG、ね、ザ・カンパニーって言ってるのでね、IOG の運用計画については、現在、ADA チーム、まあ、これは IOG の開発チームのこと言ってるのかなと思うんですけども、アフリカ諸国の数百万人の銀行口座を持たない人々のニーズを満たすためのブロックチェーンソリューションを策定している。また、前述の通り、カルダノは完全分散型になり、IOHK のまあ、ここで IOHK とはっきり言ってるんですけども、IOHK の経営から外れるために尽力しているということで、あくまでもコミュニティ主導型のエコシステムにしていくので、いずれはこの IOG のね、管理から外れていくということになります。そして、アフリカ諸国で数百万人の銀行口座を持たない人々とあるんですけども、まずアフリカの学生の方に採用してほしいということで、この、DID、まあ、分散型身分証明ですね、身分証明のアプリとして、アタラプリズムというものを開発しています。で、これがなんとですね、最初はアフリカの学生さんたちに身分証明として使っていただこうということで開発されたものなんですけども、それがね、まだ記憶に新しいと思いますが、このね、クニさんというステークプールオペレーターさんの方が、もう、本当、まあ、秘密裏に進めていただくかちょっとわからないですけど、内閣官房指導で進められている新たなデジタルインフラ構築に向けた、トラスティックウェブ推進事業の入札において、この度、電通グループ様と連携しということですね、カルダノブロックチェーンを利用したアタラプリズムベースのプロジェクトを採択してもらいましたということで、これもね、かなり、
いい意味でね、衝撃的なニュースでしたけども、こちらの方に、その資料が出ていますので、こちらの8番目だったかな、こちらですね。で、ここを展開していくと、また、情報が掲載されていますので、これも下の概要欄に貼っておきますということで、具体的にもこのようにね、事業が展開されつつ、日本でも展開されつつあるということですね。はい。で、では続きに行きましょう。カルダノが2ドル、いや1ドルを超える価格に戻るかどうか、アップルグレード後他のイーサリアムキラーやイーサリアムそのものとどれだけ競合できるか、またカルダノがコントロールできていない要因、例えば、できない要因ですね。例えば、規制環境などにも左右される。取引プラットフォームのイートロは、規制上の懸念から昨年カルダノの上場を取りやめた。これもなんかね、ことさらに必要以上に大きく取り上げられてしまったんですけど、これは、規制上の懸念からっていうのは、あくまでも米国限定だったと記憶しています。なので、米国でそういう規制を受けてしまっているので、それを危惧したイートロが、カルダノを上場させるのをやめたということで、他の地域では上場しているというふうに聞いてるんでね、これも非常にこう限定的な懸念であって、そんなに大きく取り沙汰することでもなかったのかなという気がいたします。はい。まあ、規制上の問題でもね、カルダノといえど、どうにもしようがない領域ではありますのでね、こういうことも加味しますと、必ずしも暗号通貨市場でのその価格をね、上げるといってもね、ちょっと限界もあるよという、限界というところもあるよということですね。で、知っておこうということで、はい。暗号通貨に投資するなら価格の大幅な変動に備える必要がある。このような変動は、この悪名高き不安定な市場、つまり暗号通貨市場ですね。この市場ではごく普通に起こることである。このような激しい投資先の変動に対して精神的に備えておくと、変動が起こった時に理性を失った行動を取ることがなくなるということを言っています。で、カルダノに投資する方法ということで、とてもね、親切に、カルダノを購入する方法として、他の暗号通貨プラットフォームと同じような手順が必要ですよと言っています。で、まずカルダノのウォレットを入手する、ダイダルスとかね、鎧とか、あと最近ではナミウォレットですとか CC ボルトとかいろいろ、あとレイスも、レイスというのも出てくるということでね、これもまた性能の高い、ウォレットのようなんですけども。はい。で、次ですね。私はでも、今鎧使ってますね。で、2番目、自分側のね、ウォレットのエーダウォレットのアドレスを把握しておくということですね。で、取引所でエーダを購入したら、そのエーダを自分のウォレットに出金しますということで、エーダの購入の手順はこうですよと言ってくださっています。で、ステーキングに関しまして、カルダノは現在ステーキング報酬を提供している。これによってエーダ保有者は、エーダは常にね、ちょっと今さっき調べるの忘れましたけど、7割程度ですね、その流通しているエーダトークンの7割、7割以上がですね、常に、70%以上が常にステーキングにかけられている状態なんですね。で、なんでそんなにステーキング率が高いのかって言いますと、そのエーダは、ステーキングしているからといってロックされているわけではなくて、自由に動かせるんですよ、ステーキングしてても。なので、動かしてしまったら、そこの条件を外れることになるので、それ以降、そのプールで、条件とされている、ステーキング報酬はもらえませんけれどもね、そのプールの委任を離れているわけですから。でも一応、エポックが始まる、エポックの境目にスナップショットというのが取られまして、その後5日分のですね、なんていうんですか、はその条件を保つことができますので、その条件で、ステーキング報酬というのはいただくことができます。そして、ステーキング報酬に、ステーキングにかけたからといって、さっきも言いましたように、何日も何ヶ月もロックされているということではなく、その後も自由にエーダを動かそうと思えば動かせますということで、必然的にやっぱりね、じゃあステーキングしようかということで、はい、ウォレットに置いとくと、自動的にそれがカウントされて、ステーキングにかけられているのが今、70%を常にね、超えているという状態になっています。で、これによってエーダ保有者は市場価格の上昇に加え、利息を得ることができるということで、預けて利息を得るというよりは、ステーキングを、プールに委任して、そして、その利益は、そこからこう報酬を、利息っていうか報酬を得ることができるということですね。はい。で、同社は365日間同じプールにステーキングを委任した場合の、この先の報酬を予測するのに役立つステーキング計算機も提供しているということで、これもね、今この計算機っていうのはね、使ってる人ほとんどいないと思うんですけども、ちょっと探してみたんですけども、こんな感じでですね。はい。これはあくまでも年利4.6%で計算した場合の1万エーダをステーキング委任するとどうなるかということで、
年に 460ADA を報酬としていただけますよということで、ただこの、ステーキング報酬の、なんていうんだ、この年率っていうか、年利っていうのは、そのプールとか、その時のネットワークの状況、あとどれだけ、ブロック生成できているかによっても変わってきますので、まあ、具体的にはこちらでですね、体のプールツール、あれなんか、ちょっと待ってください。これ、ちょっと、はい。プールツール。こちらを使ってですね。で、プールティッカーというのは、ちょっとここに具体的にプールのティッカー名を入れてしまうと宣伝になってしまうので、あんまりそれはやりたくないんですけども、はい。プールのティッカー名をこちらに入力していただきますと、このプールツールというのも下の概要欄に貼っておきますけども、この、2ヶ月間の ROS、ステーキングによって得られた報酬の年率ですね。それがこちらの方に表示されてきますので、まあ、こういったものを、参考にしていただくとか、あと各プールさんがどういうコンテンツを出しているのか、サイトとかね、構築しているところが多いと思うんですけど、そういうものを見て、参考にして決めていただくというのがいいかなと思うんですけども、なので今ね、この、一律で計算できる、この計算機っていうのを使ってる人はほとんどいないんじゃないかと思います。まあ、一応でも提供してますよということで、この記事では、紹介してくださいました。ということで、各、記事、まあ、この記事に関連する、資料をですね、下の概要欄に貼っておきますので、もし興味のある方はご覧になってください。ということで、はい、25分も話しちゃってますね。はい、ここまでね、本当最後までお付き合いくださった、リスナー様には本当に感謝申し上げます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。